食の無双やね。生姜が凍っている。鶏肉を、よいしょ、冷蔵庫の気温を上げたら冷蔵庫のものすべてが凍ってしまってて、すごいカチカチや。でここに醤油を大さじ 1.5、 酒大さじ1、酢大さじ1、みりんが小さじ1、塩、生姜、うん、生姜が凍っている。あ、でも凍ってる方がね、すごくね、すりやすいです。あ、わお。で、1時間以上つけます。つけてる間に味噌汁の具材もトントンしようかな。オレイ、うん、あー、わわわわわ、お、やば、刺しちゃった。これはね、味噌汁用のいつものおネギでございます。油揚げの賞味期限9やけど大丈夫かな、4月9。まあいっか。冷蔵庫もね、冷凍庫になってたんで鮮度が保たれてるのではないでしょうか。これは後でおろしにする用の大根です。片栗粉、汚な汚いな、ちょっと終わった、熱っ熱っ熱っ、終わったら掃除します。さ、1個火通ってるか味見しようかな。うーん、うん、おいしい。うん、今日の味噌汁は豆腐とネギです。違うわ、油揚げとネギです。おいしいです。いただきます。あったまる。体がポカポカします。で、ポン酢、天からめっちゃ美味しそうじゃない？
うん。最高。これはね、これはいいよ、とても。ポン酢かけすぎちゃったかもしれない。美味しい。これでかいの食べようかな。スターゲーいいね。美味しい。うますぎる。チャンネル登録よろしく。
放心状態になっちゃった。なんかもうさ、最近さ、食欲がやばくてずっと食べちゃう、ずっと、うん、なんか一回ボツにしてんけど、竜田揚げの動画撮った時に同じ量の半分しか食べられなかったの、竜田揚げ。だからなんか人間ってこんな胃袋回復するんやなって思いました。なんか油物食べるときってさ、なんかこう気持ちの波あるよな。なんかあーこれ胃もたれするなーってときとさ、なんか全然いける食べれるってとき、今はね波に乗ってます。美味しかった。食の無双やね。待ってな、余韻に浸らして。余韻タイム。美味しかったな。美味しかったけど、脂っこいからしばらくはええな、脂物。なんかテンション上がるときにさ、食べたくなるやん、唐揚げとかも。でもなんかさ、食べたらさ、食べたでさ、なんか、あ、しばらくいいな、みたいな。モードになる。でも今は達成感しかない。あ、食べれてよかったなって。お口拭きたい。今日なんかカメラめっちゃ寄ってたな。もっとこっちで撮ればよかった。もうちょっとこの辺やったな。うん、めっか、次入らんかった。じゃあ飲んで。
ごちそうさまでした。